じゃあ、ジュンチのおしっこが出たじゃん。今日のメニューはハンバーグ使い。ハンバーグ使いって何ですか？ジュンチと始まるよ。今日はしまじろうの幼稚園セットで遊びよう。レッツゴー。私ちょっとこっちに行きたいから行こう。泊まれって書いてある。父ほら、泊まれ。おはようございます。おはようございます。いぬこ先生ちゃん、ね、野菜全部食べたんだよ。おはようございます。朝ごはん全部食べたんだよ。おはようございます。おはようございます。元気ね、しまじろうくん。うん、だって僕、ね、ママに作ってもらって、ね、ご飯自分で食べたから大きな声で出せたんだよ。タッチの危ない。ピヨーンピヨーン。キッチンに変わっていいよ。犬子先生並んで、はい、閉めて、ブーランブーランブーラン、割り、おしっこ、おしっこ漏れちゃう。ブランコちょっと外しておトイレにしよう。おしっこタイム。みんなおしっこ行きますよ。出ないな、なかなか。じゃあ、ジュンチのおしっこが出たじゃん。犬子先生はどっち？犬子先生女の子じゃない？でも尻尾があるからよ。尻尾あっても女の子だよ。女の子？うん。じゃあ、出た。この子は、じゃあ、ミミリは女の子。じゃあ、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 出た、出た、出た。犬子先生、まだ？じゃあ、今から給食の時間にしましょう。はい、やった、バザイ。せーの、今日のメニューは、缶詰ご飯。味噌の焼き焼きハンバーグ使い。ハンバーグ使いって何ですか？カレーの味噌漬け焼き、ポンサラダ、ポテトサラダと塩のマリマジ。それではどうぞ。いただきます。召し上がれ。女の子だからミミリのお隣ね。見て、仲良しだよ。もぐ、はい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 。もうミミン食べ終わったって。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。じゃあ給食の後は何の時間かな？寝る時間。トリピーの場所の中、しまじろうの場所。ここはミミリンの場所。よし、みんなあと2回滑ったらお家帰りますよ。こっこっ、シュー、お酢でした、塗っててください。とことことこ、シュー、2番目だよ。じゃあ、バイバイ、さようなら。さようなら。でも、もうすぐ行くから、ミミリの次。じゃあ、まずパパとお買い物に行ってくる？うん。パパの車に変身。
パパの車に変身した。ママバイバイ。チチあった。ごめん。チチこれ買ってきたよ。もうお腹すいた。食べていいわよ。ありがとう。まずおやご飯から、もぐ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 、おいしいおいしい、ごちそうさま。おやすみなさい。グー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 。今日最後までいてくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバイ。